難読漢字、読めそうで読めない知っておきたい漢字の読み問題が全部で20問。では始めましょう。第1問。これ何と読む？正解は、かしましい、やかましい、想像しいという意味です。第2問。これ何と読むでしょう？正解は、くらます、見つけられないように姿を隠すことです。第3問。この漢字何と読むでしょう？正解は、蝶つがい、開き戸や開き蓋などが開閉できるように取り付ける金具のことです。第4問。これ何と読むでしょう？正解は、そうそう、金属や楽器の音が冴えて響く様のことです。第5問。これ何と読むでしょう？正解は、基地、すでに知っているまたは知られたことです。第6問。この漢字何と読むでしょう？正解は、基地、伺い知ることです。第7問。この漢字何と読む？正解は、おさらい、教わったことを繰り返し確かめたり練習したりすることです。第8問。これ何と読む？正解は、ささめ雪、細かく降る雪のことです。第9問。これ何と読むでしょう？正解は、うずくまる、体を丸くしてしゃがむことです。第10問。これ何と読む？正解は、見くびる、軽視する、侮るということです。第11問。これ何と読む？正解は、イライラ、自分の思う通りに進まないために焦って神経が高ぶっている様です。第12問。この漢字何と読む？正解は、うず高い、積み重なって高く盛り上がっているということです。
第13問。これ、なんて読む？正解は、みなぎる。水の勢いが盛んになって満ち溢れることです。第14問。この漢字、なんと読みますか？正解は、たしなめる。反省を促すことです。第15問。これ、なんと読むでしょう？正解は、おみくじ。神社等で吉凶を占うために引くくじのことです。第16問。これ、なんと読む？正解は、高根。高い峰のことです。第17問。この漢字、なんと読む？正解は、いびつ。形が歪んでいることです。第18問。これ、なんと読むでしょう？正解は、いかだ。木材、竹などを並べて結び合わせ、水に浮かべるものです。第19問。この漢字、なんと読むでしょう？正解は、灯る。灯火などに火がつくことです。第20問、最後の問題です。これ、なんと読む？正解は、記す。順序立てて書く、記録するという意味です。